オルドス市、オルドス市、オルドス市、モンゴル語、オードスコッタ、中国語、ガクサは各市、英語、オードスは、中華人民共和国内モンゴル自治区西南部に位置する地球市、黄河が北に大きく屈曲した地点にあたるオルドス高原に位置する。2002年2月26日、イカツアキ、イフジョウイから死となった。西カツク、ナ七木を管轄する。 オルドス市の地域は遊牧の公的地であるとともに、モンゴル高原から河北、河北からモンゴル高原に通じる交通上の要衝であり、古くは京都と旗、艦が争奪した地帯である。京都の古間や前雨は古艦に従えこの地に王庭を置いた。15世紀にモンゴルのオルドス部が移住してきたため、これにちなんで地名の上でもオルドスと呼ばれるようになった。 オルドスはモンゴル語、テュールク語で、宮廷を意味するオルドが語源であり、この集団は、モンゴル帝国の始祖チンギスハーンの生前の宮廷を、チンギスの霊廟として奉仕しており、現在もが存在している。ただし、実際の墓ではない。もともと移動式のゲルで、チンギスハーンを祀っていたのを変更して、州オンライとウランフの後押しで1956年にできた建物であり、 意外は棺になく、弓矢や蔵などが祀られている。しかし、棺を担いだ、オルドスの、抜き札かつで、中国最後のモンゴル王公であるは、人骨の一部が収められていたとも証言している。17世紀に、オルドス部が真に服属すると、清志は、明期制によりオルドス部に七つの旗を置いて、オルドス王家の後営を書く旗の基調とし、オルドス七木を一名、夫、上名とした。 新害革命後の1928年、国民政府は水援症を置き、伊藤城名はその南部に吸収された。満州事変後、日本の関東軍の支援を受けて、特王、デムチュクドンロブの自治独立運動が、彦と伊藤城名もこれに加わり、1939年成立のモーコ連合自治政府参加に入った。国境内戦後、中華人民共和国の下で、 最終的に水炎省が廃止されて行政区として復活し、1956年に内モンゴル自治区に加わった。豆キ省局、企業誘致局によると、羊、カシミア、スス、石炭、土、香りニイコール等土、木、天然ガス、風、風力発電、光、太陽光発電を主に産出し、埋蔵されている。 鉱物資源は50種類を超える。石炭だけで2,250億元、約2兆9,250億円の収益がある。2004年から炭鉱用地の収容が始まり、多くの農牧民が多額の保証金を受け取った。特産のヤギからアルパシュカシミアが取れる、貧困都市であったが、1990年代から、 石炭生産に力を入れたことで中国有数の産炭地となり石炭バブルによって空前の後継期に沸いた2000年の西部大開発プロジェクトを受けて開発が進み人口も約30万人から200万近くに急増した一人当たり域内総生産 GDP が2007年に北京や上海を抜き2010年には 香港やマカオと並ぶ中国トップクラスとなり、バブル崩壊まで中国一豊かな都市と呼ばれた。2000年代頃から中国景気が活発化し、中国本土や影響を受ける周辺諸国では、都市部と内陸部との格差も拡大しつつも、炭鉱山のあったオレドス氏は、石炭バブルと労働者受け皿としての不産バブルの恩恵に良くして大変に潤った。しかし、 石炭価格の暴落で、市内は、ゴーストタウン化してしまった。2003年から建設が始まった、紅葉重新区、看橋新区のような巨大なニュータウンでは、開発と不動産投資が急速に進みすぎ、人の住まない住宅が増えて、世界最大のゴーストタウンとも呼ばれ、気丈化は問題視された。説消網、石膏経済報道の2013年の報道によると、 石炭価格の大幅な値下がりにより、市内に35ある炭鉱の半数以上が停止しており、市の成長率は内モンゴル再開にまで落ち込んだ。閉じられており、1、0元以上の負債を抱え、不動産市場が崩壊している、オルドス市は危機に瀕しており、中国の地方政府として初の破産に直面していると報じる、中国メディアもあった。自前の石炭による、 火力発電により、市内は安価な電力供給が維持されていた。2007年頃、世界で仮想通貨の流通が開始された。一部の仮想通貨では、信用取引を保証する改ざんの負荷逆性を担保するデータの負荷が求められており、このデータを得るには、その仮想通貨による全ての取引を参照して、計算しなくてはならないため、膨大な計算量を必要とする。 しかしボランティア的に行われるこの計算を成功させた者には仮想通貨での報酬が与えられる。この労力に見合う報酬が得られることから、この計算は仮想通貨における採掘、マイニングと呼ばれている。マイニングを行うため、高性能なコンピュータを設置して計算させ、そのための安価な電気代で稼働できる場所探しが世界中で一斉に行われ、 安価な電気代を提供していたジョージアのブハジアなどと共にオルドス市も注目されバブル崩壊後に再び投資が集中した。北京市に本社を置く世界最大のマイナーであるは市内の老舗のマイニング施設を買収している。仮想通貨の取引は中国では違法だが採掘活動は売却で得た利益が中国に還元され。 世界の7割以上を中国が占めて市場を支配していることからしばらく中国政府に容認されていた。しかし、こうした地域での電力インフラの多くは脆弱であり、また投資により一気増える負荷に対応できないなどの理由や違法取締りの強化の目的で2017年頃までに徐々にマイニングマンへの税的優遇の廃止や電力供給の停止など規制が強まっている。このため、 国内マイニング業者は海外移転を進めており、オルドス氏も例外ではなくなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。